前回から10個選ぶんでしょ。そう、あのね、回数をだけ、その回だけじゃないのもあります。まとめ方が、わずか 1% 厳選された。そうだね。そうだよね。座っていい、なんか楽にしてあったね。あったあった。はいはいはい。すげえ気合いだ。どうでもいいわ。高気圧で、いいね。やっぱこれ選んだね。どうせなら取ってやろうと思って決意しました。
私はエンジンメーカーで開発の仕事をしてまして、はい、でその時に耐久条件とエンジンの性能っていうのを密接に関係するっていうマジかよ。しまして、近くの練習を始めました。あれはあれはという間にちょっと夢中になってしまいまして、はい、あいつ今はエンジンよりも耐久よりっていう。そうですね。あ、あ、杉原さんだ。あれ、いつだっけこれ。来た来たよ。一番下の森ならない人。これ伝説のですね。すいませんすいません。思わないみたいな。気象の世界ちょっと変えてやろうと思って。ごめんなさい。変わっちゃったねもう。全部短い時間で。やろうって思ってからすぐ合格みたいな感じになってますね。8月の試験から1月の試験までの間隔って短いですよね。1月から8月に比べると。ってことは1月の試験はきっと合格率っていうかレベルが下がるんじゃないか、受かりやすくなるんじゃないかと思って絶対に楽しむだろうと思って。なんか志高いのが低いのが分かんない。Thank you.
と、いろいろと。ラジオポケビー、また明日。練習ニコニコ学会で喋ることを練習で公開するっていうよくわからない、すごい出しちゃうっていう。もっとこうした方がいいみたいな感じもやります。公開練習ぶっつけリハーサルですよ。これ青色バックね。ですから、はい、はい、ちょっと若干はしゃいでる。上げていかないと。そうですね。上げていかないと。上げて。上げて上げてゲロ吐いちゃう。これ有名だな。すごいですよ、こういう。一応どうですか、吹っ切れましたか。私たち吹っ切れてませんよ。何にも緊張ですよ。僕ね、間違えて明治大学行った。そうですね、もう緊張がマイクにも伝わっちゃう。ご覧ください。
私がなんとなくその変な宇宙と交信するみたいな感じを出したいって言ったらいろいろあのうちの旦那さんこんな感じでこんなざっくりした発注も答えるけどいい発注さんも